こんにちは、こうです。今回は視聴者さんよりご依頼を、いただきましたヒーリングをお届けしてまいります。どのような内容かと申しますと、新月や満月による体調不良の改善なんです。皆さんご存知でしたでしょうか？新月や満月になると、例えば地に足がつかなくなる、ふわふわする、イライラする、パニックを持っている人だったらパニックになるなどですね、体調不良になる方がですね結構おられるそうなんですよ。私の周りだと逆に新月や満月にですね元気になって活発になられる方の方がですね、多いのですが、様々なんですね。さて、新月や満月に体調不良になる原因をですね調べてみたのですが、科学的根拠はなさそうでした。もしかすると、プラシーボ効果的なものがあるのか、もしくはですね解明されていない何かしらの原因があるのかもしれませんね。ということで、なかなかですねアプローチ方法が難しくて悩んだんですが、考えてみました。以前ですねメモ用紙に太陽を書いていただいてですね、体に取り込む呼吸を、して、いただいたことがありましたが、その技をですね使っていきたいなと思います。はい、それではまず、メモ用紙を2枚とですね2枚と、あとは月を描きたいので、月の色を連想できるような色のペンを用意します。そしてですねまず1枚目には、新月とか満月の時に体調不良になりそうなイメージの月を描いていきます。こんな感じですかね。これお月様のつもりなんですけど、こんな感じでですね、わかりますでしょうか。こんな感じでちょっと体調不良になりそうなお月様を描きます。でもう一枚にですね、今度は新月とか満月の時に元気になりそうなお月様を描きます。どうでしょう。こんな感じで、描いていきます。元気になりそうですよね。はい、ではこれからですねヒーリングを始めてまいりますが、最初に使うのはですねこの体調不良になりそうなお月様です。ここにですね手をかざしていただきながら、少しゆったりとした呼吸をしていただいて、で新月や満月の時にですね体調不良になる場面を少し思い出していただきたいんです。で思い出していただいたら、あとは手をかざす必要がありませんので、でこの後に私の方でその嫌な記憶をですねどん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 薄めていくヒーリングを5分間行います。で5分間まずはヒーリングを受けてください。必ず最初にですねこの体調不良になる場面を思い出していただくのがコツです。よろしいでしょうか。はい、それでは今から5分間ヒーリングをしてまいります。用意スタート。
はい、では一旦完了です。もし、まだこの不調になりそうなお月様を触った時に嫌な気分になる時は、もう少しヒーリングを続けてみてください。そして嫌な気分にならなくなった場合はですね、もうこの嫌なお月様を破いて捨ててしまいましょう。はい、破いて捨ててしまいます。はい、そしてですね、今度はこの体調が良くなりそうなニコニコのお月様を用意します。で、これからはですね、新月や満月になったら体調不良ではなくて、逆に体調が良くなるようにですね、ヒーリングをしていきたいと思いますので、さらに5分間、私のヒーリングを受けていただければなと思います。で、受けていただくときはこのニコニコのお月様の上にですね、手を、添えていただいて、でゆったりとした呼吸を続けてみてください。よろしいでしょうか。はい、ではさらに5分間ヒーリングをお届けしてまいります。よーい、スタート。
はい、完了です。いやー、私はとっても気持ちよくて体がポカポカしてきましたね。でこちらのニコニコのお月様はですね、新月や満月の時に身近にですね置いていただくとよりいいかもしれませんね。はい、本日は新月や満月による体調不良の改善のヒーリング動画をお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。たとえですね、思い込みによる体調不良であったとしても、体調がですね、悪くなっているということには違いありません。と言いますか、人の思う力というのはですね、強力ですからね。まあ、できればいい方向に強力な思い込みをですね、働かせられるといいんじゃないですかね。もし何かしらこの動画を見ていただいて変化がありましたら、コメントをいただけると嬉しいです。それでは本日の動画は以上です。またね。